終わった。まだだ。全然動けない。こんな出力も出せるなんて聞いてない。おい、あいつ損壊した部分が再構成しているぞ。不死身ですの？それよりこのままでは建物自体が持たないわ。つまり崩落する。このままだと。アーティファクトの力が相殺された。支援家の新郎さん。武器を構えるがいい。やつはまだ動くぞ。狼が喋った。今はそっちに驚いてる場合じゃありませんわ。来る。返すとしよう。行くとしよう。打ち果たせ、クリミナルレイド。行くとしよう。ここは任せた。任せて。見せてもらうわ。全部お見通しよ。行くぞ。吹き荒れろ、風鳴りの陣。任せるがいい。風よ、我が力となれ。よし。行くよ。参る。後期。隙あり。俺の番だ。ターゲット捕捉。くらえ。私の番ね。行くよ。刻むぞ、シャドウステップ。行くよ。確かこの辺りにあった。ほいっと。テリーズレッド。任せるがいい。いざ参る。うらはやて。後期。隙ありだ。ホロビーロ。よーし。変わって。引き受けよう。行くぞ。型をつけてやる。ザー、吹き飛べ。続いてくれ。遅い。参る。刻むぞ、シャドウステップ。任せるがいい。後期。隙ありだ。どうしようかな。アークス駆動。ふん。マイル。風よ、我が力となれ。任せるがいい。崩した。遅い。えい。
ターゲット捕捉。くらえ！任せたまえ。アークス駆動。さて、どう出るか。うん。どうしようかな。刻むぞ、シャドウステップ。行くよ。マイル。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封刃鉄砲。崩した。遅い。強化する。やあ。よし、型をつけてやる。ザーッ、吹き飛べ。崩したぞ。ダメージ。どうしようかな。アークス駆動。任せるがいい。任せよ。仕方ありませんわね。食らいなさい。ここですわ。遅い。やあ。行くよ。確かこの辺りにあった。ほいっと、デリーフレッド。スキアリ。スキアリだ。ええ、あとは頼みましたわよ。仕方ないわね。打ち果たせ、クリミナルレイド。いいわよ。耐えられるかしら。これで終わりよ。チャンスね。遅い。行くぞ。型をつけてやる。続いてくれ。私の番だな。感謝しよう。行くぞ。やっ。ホロビオ。遅い。行くとしよう。は。
ありがとね。私の番だな。行くぞ。おーはー、行くぞ。ターゲット捕捉、くらえ。私の番だな。よし、刻むぞ。シャドウステップ、俺の番だ。はあ、あら、ありがとう。えい、行くぞ。私の番だな。はあ、行くよ。はあ、ありえない。行くぞ。ソラ、あら、ありがとう。受け取りたまえ。ありがとね。俺の番だ。おお、はあ、はっ。よし、ターゲット捕捉、くらえ。どうしようかな。輝きなさい、カラミティスフィア。どうしようかな。アークス駆動、レンの番ね。行くとしよう。よし、型をつけてやる。ザー、吹き飛べ。崩したぞ。アバーバで、やあ、受け取りたまえ。ありがとね。させるか。行くよ。はあ、レンの番ね。あとはお願いね。引き受けた。フードとバリエットです。手伝ってあげるわ。おっしゃ。えい。行くとしよう。ボーン
見切った。ダメージ行くよ。輝きなさい、カラミティスフィア。どうしようかな。アークス駆動。行くぞ。ターゲット捕捉。くらえ。崩したぞ。遅い。任せるがいい。刻むぞ、シャドウステップ。マイル。風よ、我が力となれ。任せたまえ。おーん、断ち切る。見切った。ダメージ。やあ、マイル。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封じになった。崩した。隙ありだ。どうしようかな。輝きなさい、カラミティスフィア。どうしようかな。確かこの辺りにあった。ほいっと、テリーズレッド。ここだよ。隙ありだ。任せるがいい。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封じになった。崩した。隙ありだ。終わりだ。これが風の剣聖。正直圧倒的だな。守るべきもののため、君も同じだろう。まあこんなものだ。まあこんなと。レベルアップだね。と精進あるのみ。また再生を。キリがない。変異の源はおそらくあの左肩。もともとは少林のレガリアの一部、紫色の宝珠。あそこを切り離せば、あるいは。承知した。今までにない反応ね。これで正解みたい。だがまだ終わりではない。あの肩の宝珠を破壊したまえ。俺が行く。行かせない。させませんわ。多分コアを貫かないと破壊できない。ちょっと待って、位置は。時間がない、お前も来い。こっちはレンたちが食い止めるわ。君たちの因縁だ。君たちの手で決着をつけるがいい。ナディア、スイ、やっちゃえ。これで終わりだ。
ーちゃんたちの生き方はなーちゃんたちが決める。亡霊はさっさとあの世に行きな。異様な気配を察知して追ってみたまでだ。私にとっては一瞬のような時間だが、私はこのように服役中の身だが、単に拘置所の中で腐っているよりは少しでもクロスベルに役立てるようにとありがたいことだ。もちろんいろいろ制限はあるが、ある程度外界と拘置所の中も比較的に自由に動けるほ、おかげで今回もなんとか雫くんをかくま、大戦が終結して間もない頃、エリュシオン。エリュシオン。ああ、動力ネットと活性化した霊脈、交差するそれらが神経系の役割を果たし、そこまるで人間の脳を大陸規模でシミュレートするようなか。
そこから独自の思考が生まれた。それが少なくとも再現することはできないだろう。我々人類は未だ完全に脳の仕組みを解明、どういう構造でどのようにして意識が生まれるのかすら、だからこれはあくまで偶然の産物。幸いと言うべきか、最初に話していたエリシオンが私との会話を求めたのは、その対象にどうして私を選んだかは、今会話を繰り返しているうちにエリシオンは人間の感情と、それが私、ラーちゃん、お前まだ全部じゃないけど、ずいぶんと静かにしていたと思ったら、いや、あの時もこんな風に君と会話していたものだったな。思えばラピスという名前も、おお、そうだっけ。君は名前など不要だと言ったが、せっかくこんな感情豊かな人格になったからと。まあ可愛い名前だから気に入ってる。だからどういう基準だよ。私にできる話はここまでだ。わずかな期待でしかなかったが。さて、記憶は無事？うん、と言ってもイアンがほとんど最一体エリュ簡潔に言うなら乗った。それほどまでに高度な、一体誰に。それが気づいた時にはすでに管理人格である私がこうだから、最後に一度だけ限定式収束未来炎対策、消される前に自分をシステムから切り離してヨルグ・ローゼンベルクの元に、彼にこの体の制作と、その後に現れるだろう、ルーファスに届けるように頼む。それであの予言のような依頼、まさか依頼者がラーちゃん自身だったなんて。しかしオルキスタワーのメインターミナルを通じて、知らずのうちにルーファスだから、こんな短い期間で私をここまで連れてこれた。他の人だったらもっと遠回りしていたと思う。何よりルーファスなら、その計算は。しかし分からなくなってきたわね。
該当しそうな人物に。もしや。それはないわ。博士自身も否定したし。どうやらまだ最後だが、今回の事件の、そしてその中心に彼女がいることも聞かせてもらいたい。そんなの決まってる。エリュシオンが乗っ取られた原因を突き止めて、それを取り、ついでにこのおかしな事態も。きっとそれが私。しずく。お父さん。すまないが、安全な場所に置く。わかった。あ、遊撃士協会所属、君たちのこの道行きに。私もここまで関わった以上。では我らは二人の安全を確保し。ええ、しずくと先生のこと。オオカミさんも一緒。ああ、ロイドたちともこのままそなたらと行けば。人形工房で連携した。確かに状況を考え。イアン、ラピス君、ま、ちょっと言い忘れ。ありがとう。君に真相礼を言われるほどのことじゃないさ。今まで私とたくさん話をしてくれて、イアンがいたから、私は今こうやってルーファスたちと旅ができたのも。自分がしたことにちゃんと意味が。あのね、もし私が、じゃ、それはきっとイアンの中に正しさを。だから。ずっと心の底で恐れていたんだ。過去の過ちはあまりにも重く。だがラピス君、私も前に踏み。この音。レンちゃん。たった今クロスベル全域を。それって。ああ、いよいよ最後の舞台。